こんにちは、今回乗っていく車両は IS。 初動は、おい、これ誰やこんなところにティーカー駐車したの。別に駐車してるわけじゃないと思うぞ。ギアボトムということで、少し敵の様子を伺います。どうやら敵は仕入れ身のご様子。味方の HD 2両は、A 側に行ってしまっているので、これはまずい状況。しかし今回は優勢戦。このまま敵を C に閉じ込めることができれば、こちらがかえって有利になります。ひとまず B を占領。それでは、C の裏取りに向かいます。IS は機動力が高いので、こういった MT 運用はやりやすい車両です。今回、手法は100ミリ砲を選びました。MT 運用をするなら、DPM が高く、射撃機会の多い100ミリ砲が相性がいいのかなと考えたからです。高単発で装填時間の長い、122ミリ砲が、私ではそもそも扱いきれないというのもありますが、確かに、前回の S3、だいぶ外してたしな。実力不足、感じるんでしだよね。お、そうだな。キューボラチッサ。むむむ。敵のヘイトがだいぶこちら側に向いてきたので、2度目の裏取りに参ります。優勢ポイントもだいぶ溜まってきました。この状態を守り切れれば、そろそろ勝てます。おや、IS のライバル、エイガー君ですね。虎のライバル。ということはつまり、IS は巨人だったのか。あんまり野球詳しくないけど、あれって確か、阪神は巨人のこと、ライバルだと思ってるけど、巨人は阪神のこと、なんとも思ってないんじゃなかったか。お前今、阪神ファン全員的に回したな、覚悟の準備はできてるか。でも阪神って、毎年大体弱っ。お前は今までよく戦った、あとは俺が戦う。でも終わってんじゃん、勝ってんじゃん。